はい、ただいまより7月18日スタードック信者チャンネル始めまーす。はい、始まりました。スタードック信者チャンネルです。リアルタイムのリスニング、どうもありがとうございます。後でライブログをご覧になられる皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。ラジオパーソナリティのホルエです。いや、ここ最近本当に3連休終わってから、世間的に3連休の話、僕は3連休じゃなかったんですけどね、くっそみたいに暑くなりまして、本当日中横になって、部屋に横になってるだけに寝ちゃ病になるんじゃないのかなっていう風な形で、会社でですね、空調をつけずに仕事してたら、パソコンが、不正終了したなり、よくわけのわかんないトラブルが発生したとかいうような話も聞いたりするぐらい、暑く暑くなっておりますので、じゃあこんだけ暑いんだったら今日は、シンマースを配信しようかなって思ったんですね。シンマースって、やった方だったらご存知かと思うんですけど、簡単に言うと、これは究極の運ゲーです。地球っていうのも運ゲーでできた運ゲー惑星をですね、運ゲーしていくっていうだけのゲームの方でございますが、こいつの温度を2、3度ほど上げてどうなるかっていうのを放置するっていう2時間くらいの番組を考えてたんですけど、たまたま手元に運悪く、運がいいのか運が悪いのかシンマースがありませんでしたので、今回は地球環境、環境問題ですねについて取り扱ったゲームであります。こちら、フェイト・オブ・ザ・ワールドというゲームの方を配信させていただこうと思っております。こちらのゲーム、デベロッパーが、レッドレデプションっていうメーカーさんが、ソフトハウスさんが作ったインディーゲームの方でございまして、なぜか発売する前から、高評価をもらってるっていう風に、いろいろとその政治的に教育的に、いろいろとなんか由縁のあるゲームらしいんですが、一応ニューヨークタイムズが、レビューしてたっていう点もあるので、そっち側の方のちょっと意識の高い系の方々には、結構有名なタイトルなのかもしれません。やってみましたけど、このゲームかなりまずいです。クソゲーとは言いませんけど、地球っていうクソゲーを題材にしたゲームだったら、それはクソにならへん要素がないっていうぐらいで、ひどい代物でした。本当にひどい代物でした。 そうだな、現実をさ、ゲーム化する、モデル化しても、そのモデルがいいかどうか関してわからないけど、いいモデルは確かに現実に対してもいろいろと、いろんな示唆なりですね、知恵を与えてくれるかなと思うところあるんですけど、じゃあその現実の方をモデルにしたらいいゲームになるかどうかっていうと、それは全く正反対っていうか、それはまだ個別の問題になるよねっていうのを、まさに如実に表したような、なんでこれゲームにしようと思ったしっていうような程度の、かなり厳しいゲームの方になっておりましたので、そこに関しては置いといて、大体どんなゲームかっていうのをちょっとお見せしようかにゃと思っております。やってみてね、18ドルで買ったんですよ。日本円に換算して1500円ですわ。1500円で一般学術書を買ったと思えば結構安いかなと思います。一般学術書に、DVD と PC ソフトがついてきたって考えれば、割と買いやすい値段かなと思いました。ただゲームとして1500円払うんだったらやめた方がいいかなっていうふうに僕は思います。でたまたま今日は、そういうそのクソ熱くなっただけなったので、でもせっかく暑いんだったら、ちょっとなんていうか、地球が暑くなった時のお話をしようかなっていう形でですね、題材として選ばせてもらった時には、最適なゲームかなと思ったところでございます。ちなみにメーカー公式さんが、なんと各国にですね、メーカー公式さんが、公式メーカーさんが、各国に、ローカライズプロジェクトって形で配信してですね、ローカライズを応援するよっていうような形でやっておりまして、日本でもそうです、5名か6名ぐらいの方が、有志の方が参加されて、2012年、今年の4月に、ローカライズが完了した形になっております。そうですね、Fate of the World 日本語化っていう形で、Google で検索していただければ、日本語化の方法はすぐわかりますので、今回お見せする日本語化は、皆様がもしお気に召して、買っていただいた時点でプレイできるっていう形になっておりますので、今回配信見て、ちょっと自分も、意識高くですね、ゲームを通じて、地球の未来について考えようっていうふうに熱く思われているアルファツイッターの方がおられましたら、ぜひともプレイしてみてくださいな。お願いします。それではゲームの方を起動していきましょう。少しお待ちくださいな。よいしょ。本当に暑いんだよ。
なんでこんなに暑いんだろうって話をするときに地球温暖化って話が出てきて、でじゃあまあ地球温暖化の話が出てるんだったら今日は地球温暖化の話をしようと思って、このゲームを配信させていただくところでございます。で今回、まあ、スタちゃんは、なるべく政治の話はしないようには気をつけてはいたんですけど、このゲームって失敗したときに、このゲームで失敗したときに何が悪いのか分かりづらすぎる。そうそう、それそれ、今アサギさんからコメントいただきました通りの話です。アサギさんもこのゲームやってたんだ。いや本当にね、こんなにゲーム力学が不明瞭なゲームってなかなかないですよ。なんでこれゲームにしたしってレベルで、ちょっと音がでかい、すいません、少しお待ちください。だいぶ下げたんだけどな。じゃあこれぐらいかな。この間形有志の方々が日本語化してくださったおかげで、知りたくもないような、世界のというか地球の現状が、ゲーム画面を通じて分かる形になっております。ちょっと CPU パワーを上げる、いつものおまじないをちょっとやっておかないと。すいません、少しお待ちくださいな。パワーアップ、すいません、お待たせしました。それでは、ゲームの方をやっていきましょう。これ本当にゲームなんかなっていろいろ思うんですけれども、最初に用意されておりますのはアフリカの、アフリカの流星っていう形で、北アメリカと南アフリカを管理するというふうな、チュートリアルゲームが楽しめる形になっております。で、無印だと、9ドルで、拡張パックになると、18ドルとなりますが、拡張パックになると何がつくのっていうと、イージーモードっていうのがつきます。このイージーモードっていうのが追加されます。このイージーモードっていうのは9ドルですっていうぐらい、もともと難易度がクソ高いです。難易度が高いっていうのはゲームとして何やってるか分かんないのよ。ゲームとして何やってるか分かんないまま時間が過ぎてゲームオーバーになったっていう形なんで、本当に何をやってるのかよく分からなくなりますが、拡張パックが追加されたことによって、このイージーモードが追加されました。まあ、どうしてももう僕は地球のことなんて考えたくないんだっていう方は、イージーモードをぜひともやってみてください。一応まあクリアはしてるんですけど、じゃあこのアフリカの流星っていうのを通じてフェイト・オブ・ザ・ワールドっていう、ゲームの基本的な要素について説明していきましょう。プレジデント・ジェームソンで、どのように呼ばれたいですか、注意、日本語版では継承は反映されませんという残念な、話になっておりますが、まあ、サーでもいいですし、マスターでもいいですし、マイロードでもいいんですけどね、もうなんかすごい上の方の話になってます。ユアワーシップとかいろいろはついてますね。特に反映されないんでここは関係ないです。多分この辺で多分ニューヨークタイムズが高レビュー出したと思うんですね。あの2文字だけで、ね、お前ら本当にゲームやってこのゲームレビューしたんかよっていう状態で。2010年は10年に及ぶ不安定な経済を体験し、市民の不安は増大しつつあった。そして世界は観測史上最大の異常気象に見舞われた。下方出てますね。2018年にサイクロンサウというものが登場して、この世界初の超巨大台風サウによってですね、大災害が発生してしまいました。2100年までに温暖化の危険が致命傷になる可能性がって形でアナライザーが言ってますね。よくありますね。北極が縮小し、白熊がこの先数十年で絶滅するかもしれません。もうすでにないんですよね、北極が。多分これテクスチャーバグだと思うんですけど。あとモルジブっていう世界でものごついなんかすぐ水没しそうな塔がもうすでになくなったって話とか上がってますね。で、2020年に気象サミットというものが、開催される形になりました。我々の環境を守ることは我々の未来に守ることに他ならず、不注意な各国の統治に任すことはできません。地球環境機構が我々のより良い未来のため、確固たる意志と全世界の支持のもとに人類の責務を果たすでしょうという形で、楽大層な話をしておりますが、期待と不安、そして会議が入り混じる中、 GEO が設立されました。 GEO の政策を見極めようと全世界の視線が、ジェームソン支持局長に集まっています。
というバックストーリーになってます。ゲームは2020年から、スタートする形になっておりますね。でこの、アフリカの流行っていう部分に関しては一応チュートリアル的な形で本当に 何をやってるのかよくわかんないような、チクとした、特にゲーム理解に対して何も説明しない、チュートリアル、まあ、操作チュートリアルが、表示される形になっております。最初の雇用ボタンをクリックし、新しいエージェントを地域に配置してください。エージェント、リクルート2エージェント、ノースアメリカ&サウスアフリカ。このゲーム、このシナリオでは、北アフリカと南アフリカのみを、管理する。そうです。主人公はね、世界を管理するというふうな、まあ、世界政府ですかね。地球の未来を守るため、3つのしもべに命令だという形でですね、じゃあしもべを買いましょう。2人ずつ、エージェントをリクルートしました。雇用実行。エージェントが配置された、地域では、エージェントマップが見れる形になってます。じゃあ北アフリカ見てみましょう。ようこそ北アフリカへ。デッキを開いてカードを選択し、行政局や、地域福祉局といったカードを選択してください。で、ワールド画面で、ニュースを見て、アフリカの福祉レポート、アフリカの福祉水準を改善するという GEO の目標を達成するため、ちなみにこのローカライズしたデータっていうとね、開業がうまくいってないらしいんで、開業がなされておりません。まあそうです、来週もこのゲームやろうと思ってるんですよ、暑いから。でそれまでにはちょっと開業の方をちょっと一通り全部見直してですね、開業ちゃんと行われるかどうかチェックしておきます、僕の方で。で世界の人口は、73億1500万人いますって形で表示されておりますね。2020年にはだいたいこれぐらい増えるだろうって形で、専門家の方々がデータ弾き出したらしいです。このゲームはその点で、まあ、これから2200年に起こるであろうと思われる、各国のいろいろさまざまな紛争なりガシなりガシなりガシが、ニュースという形で、逐一、年数が経つごとに追加される形になっております。という形で高度に今現在の地球の環境をですね、シミュレートした、モデル化したゲームになっておりますが、モデル化したからといってじゃあそのゲームが面白いかどうか分かんないって話は、オープニングの方にした通りでございます。で実際見ていただいて本当にこのゲームがどう面白くなるのかっていうのを皆さんの方で、考えていただきたいところでございます。このゲームが面白くないから現実が面白くないってわけじゃないんですけどねまあ一応言っときます。まあたまたまね、北アフリカの方では、北アフリカの政治情勢不安は住民によって大きな不安要素です。国家に対する治安活動支援、我々の目的に合意するでしょう。はいはいはい。エージェントを配置すると、北アフリカなり南アフリカなりニュースが、見れる形になってます。ようこそ南アフリカへ。デッキへ開いてカードを選択し、地域福祉局カードを選択してくださいというチュートリアル出てますね。でこのマップの目標は、ミッション目標がアフリカの HDI、まあ、幸福度ですね、幸福度が2045年までに 0.7 以上になる。なんで 0.7 って表示なんだろうかなと思うんですけど、ここ 70% ってしてくれたらだいぶ分かりやすかったんですけどね。で失敗した時は、2045年までに、70% 以下、そうですね、ヒューマンデベロップメントインデックス、人類幸福度ですかね、その地域に住んでいる人類幸福度が 70% 以下だったら負け。でアフリカのどちらかの地域で、ニュース、出入り禁止になる。まあ、エージェントがあまりにもちょっと目標を達してなかったら、どんどん、GEO、まあ、主人公の、組織ですね、地球を守ろう、未来ある緑の地球を守ろう委員会の方々に関して、不満感を持ってですね、もうお前とか入ってくんないバーガーみたいな形で蹴られるわけです。そうするとゲームオーバーになっちゃいます。で、このゲームはと、でその HDI、まだ幸福度ってどこで見れるのっていうと、この、統計データ見ることができます。これが今現在の HDI ですね。まあ簡単に言うと幸福度、支持率か、まあ、目標幸福度、幸福度ですね。まあ、これが下がりすぎるとゲームオーバーになるよっていうような形の、一つ条件と思ってみてください。で、HDI の横に押すと、この HDI っていうのがどういう値でできているかって表示されます。アフリカの場合は、
1人当たりの、GDP が、まあ、年間 GDP が、4826ドルで、まあ、平均寿命62年なりどうこう書いてるんですけど、まあ、こっちの方の指数を、見ていただいて、この指数の平均値が幸福度に当たります。で、まあ、これを70以上にすれば、2045年まで70以上にすれば、ゲーム勝利になります。じゃあ、この平均値を上げていけばいいので、一番低い、まあ、教育指数、そうですね、教育が行き届いてないっていう点で、この教育指数を優先してあげれば、この GDI も、基本的に上がっていくっていう計算でいいでしょう。で、まあ、こないな形の値がこんだけあんのよ。 GDP 何でできてんのって見ると、GDP は年間成長していって、政策カード、まあ、何の政策を実行したかによって、どん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 上がっていきます。なりですね、人口は、何で構成されてるのっていうと、子供が 46%、高齢者が 22% とかいう形で出てるんですけど、わかんねえよこんなもん数字だけ出されてもさけど、まあ、世界の偉い人ってこの数字だけ見ていろいろ考えてるのかなと思うと、ちょっとゾッとしますね。本当何やってるのか本当全くわかりません。北アフリカでいうと、さらに、まあ、砂漠化が、大きく深刻なレベルに進んでるっていう話があります通り、水問題が、結構問題になってますね。水不足が 30% で、 30% なんですけど、水ストレス 30%、 この水ストレスが何から算出されるのかって全く分かりません。またここでも分かんないんですまあ、この水需要っていうのを下げればいいのかなと思うんですけど、水需要を下げるにはどうしたらいいのかって全く分かりません。分かんないことずくめですよ本当に。何やっていいのか、本当何やっていいか分かんません。で、森林、森マークを押すと、環境のステータスできて、森林がこんだけあって年変化でマイナスになっててとか、熱帯雨林が何本あってって、CO 排出量が何本あってなりですね、農業の有毒物質指数なりですね、工業の有毒物質指数とか、そんなの言われても全く分かりませんよ本当に。じゃあ、よくよく話に上がってくる CO じゃなくて、CO2 ですね、二酸化炭素を見てみましょうかね。エミッション、これが、年間の、CO の値になっておりますが、ま、エネルギーなり、生産資源なりですね、商業工業活動なり、輸送活動なり、森林が、まあ、年間の、二酸化炭素の排出量を算出しておりますとか出てるんですけど、こんなの言われても全く分かりませんよ。一応線が引いてあるところで、こっちの方を見てみると、生産資源を押すと、生産資源の、ステータスが見れる形になってますが、このステータスが何から発生されるのか全く分かりません。もうどうしていいのか本当 何やっていいのか分かんないのよまあ、これから見て思うに、CEO を上げたらその地球が幸せになるとか、まあ、そう甘っちょろいって言い方するんですけど、それ単純に数値だけで言うもんじゃないなっていうのはよく分かりました。数値なんとかどうこうしたらいいんでしょっていうに簡単に言っちゃダメだなと思ったという形で、この世界っていうか、まあ、各国のこのステータスが、物ごっつい有機的に絡まって、何をいじれば何が反映されるのかって全く分かんない状態になってます。ただ、今回のマップに関しては、この HDI という、人類幸福度、ヒューマンデベロップメントインデックスという値を、上げていく形になりますので、まあ、まずは頭を良くしてやればいいだろうという形でですね、そうですね、北アフリカの方々に教育をばらまいてですね、意識高い北アフリカ人を生み出そうという形で考えております。じゃあそのためにどうするか、結局やれることっていうと、エージェントの数がありまして、このエージェントの数の分だけ、政策カードが実行できます。まあ、カードゲームっぽく表示されているってだけであって、これは基本的にカードといっても、そのカード上で表示されている政策っていうだけであって、このカードが、攻撃力1800で、防御力1500で、これを防御体制にしてターンエンドなりいう風な形のカードゲームで全くございません。分かりやすい形でカードとして表示しているってだけであって、これでバトルしたりですね、地球環境カードゲームマイアースみたいにですね、地球を守る側の、緑のカードばっかり作ったデッキとですね、地球温暖化の赤いカードばっかりで組んだデッキが戦うっていうのはゲームではございません。まあ、ビジュアライズしてるってだけで思っていただければ結構です。
で先ほど申し上げました通り、まずはこの、GDI を上げていくためには、まあ、平均寿命とか一人当たりの GDP というかそうそう簡単に上がるもんじゃないんで、ただ教育はね、金さえあれば教育なんてばらまけるんで、金さえあれば、まあ、莫大な金ですけんね、まあ、教育はやるだけだったら、ほんと莫大な金があればなんとかなるとかもありますし、この平均寿命だったらこれらすべての値が平均寿命として反映される形になっておりますが、まあ同様に GDP の場合も、この農業、工業、商業なりですね、これらの値がすべて、GDP として換算される形になっておりますが、教育に関して言えば、まあ、教育に関して言えばここだけしか値がないので、教育を上げるようにようなカードを使えば、すぐに教育指数が上がって、教育指数が上がることによって、GDP と寿命指数と、教育指数から、まあ、平均値で算出される、HDI、人類幸福度が上がるかなという形で考えています。で、まあ、データを見てこの有機的にどうこうデータが絡まっているという話は、先ほど散々してもうこんなの分かるわけねえじゃんバーガーみたいな話をしてるんですけど、やることというとエージェントの数だけカードが実行できるだけです。でそれ実行してターンボタンを押して5年進めるっていうだけのゲームです。ただいま2020年なんで、2045年までにってことは、50、15、20、25だから5ターンで、5ターン以内に北アフリカと、南アフリカの幸福度を 70% 上げようという形で考えています。でやることとターン数だけで言うとすごい短いのよこのゲームで、なんだけど、わあ失敗した、負けちゃった、何が悪かったんだろう、その何が悪かったんだろう、どうすればいいのかっていうのが全く分かんないんですよ、このゲーム。なんでかっていうと、このデータが全て有機的に絡まってる方であり、行った実行したカードによって、これが何々に何パーセント増加します、何パーセント減少しますっていう値が全くありません。大体これを行えば何とかなるんじゃねっていうのは説明しかないんですよ。ただいま、放射能の方々が、大放射点の放射、プライムレイディアントの放射員ですね、脳みその濃度放射能という形でよく煽られている方々が、騒ぎで起こしております通りの、原子力発電所の実行に関して言えば、50ドル、まあ、50資金かな、まあまあ、メガなりビリオンなり、ギリオンまで行ってるかどうか分かんないんで、その辺の値に関して省略しますと50ドル支払って北アフリカで、最新技術を用いた原子炉の、あ、このもう原子炉って言葉を言った瞬間もうはっきり言ってもう この配信はちょっとマークされちゃいますね、放射能の方々に。まあ放射能じゃなくて原子炉の、発電を最大化します。でエネルギー生産における原子力の割合が高くなります、高くなりますって書いてるんだけど何パーセント高くなるかって書いてない。そしてウランが枯渇するかもしれませんって書いてるから枯渇するかもしれませんその確率書いてないのよ。ということでこのカード実際やってみた、じゃあやってみたけど結果どうなったって全く分かんないんですよね完全にただの運ゲーですだからワンチャンもうほっといてもうターンボタン5回押しただけでもしかしてゲームクリアできるかもしれません。その下も嵐が通過したらボーイング747も組み上げられますし、さらにタイプライダー出したらシェイクスピア1本ぐらい書き上げられますよ、そんな確率があるんだったらさまあおこがましい話でございますが、まあ、人類が地球を救おうという形でですね、まあ、せっかく世界統一機構という形で生まれたわけなんで、まあ、世界統一機構はですね、各国の信頼を、まあ、裏切らない程度に、お金をかき集めながらの、いろいろと各自、政策を行っていかなくちゃいけません。じゃあ、社会福祉のボタンを見てみましょう。社会福祉局を立てることによって、こちらカードがいろいろ追加される形になっています。まあ同様に、技術のボタンを押せば、まあ、技術カードを押せば、技術 地域技術局っていうのを作ってから、作れば、技術カードが手に入りますよって形で、環境保護庁だったら、まあ、環境保護庁だったら、こいつを作れば、環境保護の、カードが使えるなるっていう形で書いてます。でまあ、北アフリカの、幸せ度が低い原因っていうのが、まあ、簡単に言えば、教育になりますので、医療、貧困、社会問題を扱うカードをアンロックするために、地域福祉局を作っちゃいましょう。
南アフリカはね、若干違うのよ。若干ね、教育が高いのよ。北アフリカと違って。北アフリカをまあ基本的には教育を上げていくっていう形って、地域福祉局を作成で、北アフリカに関して言えば、より砂漠化が深刻に進んでおりますので、おっとすごい社会的なこと言ってるような感じすんな今日の配信は。まあまあ水不足とかちょっと結構な問題になっておりますので、水不足を解消するために、いやどうだろう、いやまず紛争だな、政治的安定性っていうのもなぜか知らないけど、各国の問題、各国の政治的なっていうか、まあ、宗教的な問題とか、まあ、言ったら銃問題なりそういうものがですね、なぜかそういうレベルまで、まあ、世界政府機構っていうか、まあ、GEO っていう、まあ緑の地球を守ろう会にですね託されてる形になってます。そんななんで各国のなんていうか、そのいがみ合いのなんてケツまで吹かなくちゃいけないのって思うところあるんですけど、まあいろいろあるわな。まあ、国連でやれってレベルですけどね。地球守ろうに精一杯なんですけど、どういうことですかって話で。で、まあ、GEO、主人公の所属するっていうか、まあ、主人公そのものがですね、まあ、世界そのものに、大きく影響を働きかけることができます。で、実際どれぐらい大きく影響をかけられるかっていうと、政治問題に関しては口出せます。行政局っていうのを作って、政治的な問題を解決するカードを使うこともできます。で、とりあえずここにお金があるんですけど、まあ、エージェントたくさん用意して、カードを実行するのを決めてからターンボタンを押す。そしてターンボタンを押せば5年進むって形になってます。今からターンボタンを押せば2025年に進みますって形で書いてますね。じゃあターンボタンを押してみてみましょう。5年実行したら何が起こるかって話です。じゃあ今これ5年経過後です。まず温度が上がります。温度が死ぬほど上がります。で、年間エミッション言ったら、二酸化炭素をどんだけ排出したかっていう形で表示がなされます。あ、減った。北アフリカ支持が1下がった。で、この後 GEO の支持率、こいつが0になっちゃうと GEO が、出入り禁止になっちゃいます。出禁になっちゃうんですね。でもこの GEO っていうのも言ったら、その国、まあ、その国がなんか GEO 全然何もやってくれないんじゃないかって、うちの政治的な問題も解決してくれないんじゃないか、なんでお前の国の問題を俺が解決しなきゃいけないのっていうふうに思うんだけど、本当にそれ思うんですけど、宗教問題とかさ、紛争問題とかさ、なんで俺がやんなきゃいけないのって思うんだけど、まあ、そういう問題を放置してると、支持率が下がっちゃいます。で、先ほどデータに関して散々お話しましたが、やってることっていう と、エージェントの数だけカードを使ってターンボタンを押すってだけです。じゃあまず、世界のニュースを見てみましょう。まあ、5年経って何が起こったか、世界の人口はまた増えました。2億7200万人増えました。まあこんなもんだろうな。5年で2億人増えるんだ。で、ニュース見終わり。じゃあ次マップ。世界の気候で温度が、2020年から0.1度上がったなりですね、人口がこんだけ増えたなりですね、平均幸福度が何歩あるなりですね、埋蔵量がいくらあるっていう話なり、生産性など表示されてますが、よくわからん。そしてこのよくわからんデータにさらによくわかんないデータが表示されたりですね、そのよくわかんないデータを算出するための計算値が出てきますか。本当によくわかりません。こういう形で世界わかんないまま進んでいきます。で、5年経つといろいろニュースが発生しますね。ロシアではさらなる暴動が予想。ここ
こどこだ、フランスかドイツか、ドイツでは、支部の拡大でスモークの新たな犠牲者で、ペルシャ湾では、GEO の平和的抗議、はいはいはい、で中国では、支部の拡大でスモークの新たな犠牲者、はい、でベトナムの方ではアジア全土で反緊縮財政の日に、抗議活動、はいはいはい、アメリカの方は、一家総出で福祉削税政策に抗議、はいはいはい、という形でいろいろと世界各国で、GEO の活動なり動向に関して、ニュースがあって主に不満が発生します、台風が来たみたいですね。もうどうでもいいよ、もう好きにしろよ、もうなんでこんなにいきなりひどい結果なんのよ。なんだよこのゲーム。でエージェントを配置してる地域では、それぞれ、ニュース、まあ、データも見れますし、ニュースが、見れる形になってます。北アフリカ GEO オフィスに襲撃しちゃうか。通勤中の GEO 担当者を襲撃したらしいですね。北アフリカはハイオな技術進歩、はい。ちなみにこのゲームテック3あります。例えば、炭素回、まあ、北アフリカが自力で、新しい技術、まあ、未来の技術ですね、フューチャーテクノロジーを研究しようとすると、炭素回収貯蔵量に対しての研究でいうと、370年かかります。もう言ったら開発しようがないって話ですね。これは世界レベルの話になるんですけどね、この辺のテクノロジーツリーになってくると。南アフリカは若干マシで295年で開発できるそうです。死ねばいいのに。もうなんだよこのゲーム。なんでこんな悲惨な結果しか起こんない。さあさあ、ここ5年は何もしてませんでしたっていうか、まあ、エージェント配置して、お金エージェント配置して、まあ局、まあ、支部局を建てるだけで、お金がなくなってしまったら何もできませんでしたが、一応 HDI は1ポイント 0.01 ポイント、まあ、1% 増えたって形かな。じゃあここから本番です。先ほど用意した、こちら、福祉局の方で福祉局を建てるといろんなカードが使えます。でエージェントの数だけ、実行速度できます。まずは、頭の方にお話ししましたように北アフリカっていうか、もうとにかくアフリカっていうところは教育が足りてないんで教育をばらまきます。教育環境の改善を行います。でカードごとにコストと期間があります。期間がまあ10年なら20年かかるものもあれば、5年で終わるものもあれば、まあ、5年って言ったんですね。で終わるものもあれば、このような形で、貼り続けるだけ貼り続けるっていう無限大のマークがあります。毎ターン10ドル支払うって形ですね。あとはそうだな、とはとりあえず紛争問題を解決しなくちゃいけないから紛争問題、秘密工作部隊を、設立したりですね、保安支援を提供したりですね、あとあの消費促進政策って形で、どんどん物使ってくださいよって形で消費政策を打ち上げて、GDP を上げるっていう風な効果のあるカードが使えたりします。まあ、まず、大変不安定な地域柄なんで、そして、各民族がそれぞれ好戦的っていうわけのわかんない国が集まってるところなんで、さらに住民は激怒してるっていうような形で、もうどうすればいいのかわかんない本当に。まあ、あの保安支援を提供しておきましょう。もっと他にもカード使いたいんだなーっていう時は、お金を50ドルで払えばエージェントの枠が1個追加されます。まあ、言ったらエージェントの数だけ、その5年間のうちにできるカードは追加される形になってますね。まあ、エージェントって1人みたいな言い方をしてるんですけど、実際的に1万人か2万人か3万人単位の、そういうスタッフを雇用するって形になっておりますので結構コストは高いです。まあ、50ドルですね。次に北アフリカは本当にね、手がかかるんだよな。まあ、教育を上げるにしまず水問題を解決しなくちゃいけないから、じゃあ水問題、環境保護庁で、食料や環境問題を扱うカードをアンロックできるようにしておきましょう。さらに言えばもうちょっとカード使いたいな。
ういう風にして救ってやろう、この人たちを。僕がみんなを救うんだ。完全に上から目線ですね。失業者が多いから失業者対策もしたいな。そして病気かな、まあ、平均寿命も上げたいですね。そういうと病人も 19%。 じゃあ失業率を改善するために、まあ、失業率を改善して、失業率をまず改善してジョブシェアリング制度を提案ですね。この地域の失業は深刻な水準に達していますので、全分野にわたってジョブシェアリング制度を活用する。ジョブシェアリングってなんだよ本当に。まあ失業者数の数を減らしましょう。ジョブシェアリングってのが何なのっていうとわけわかんない用語が出てきたなって時は、ワールドマップに戻ってもらってこの辞書のボタンを押す と、エンサイクロペディアって形でゲーム内のインペディアが開きます。で、まあ、ティクティクティクとかですね、ティクティクティクは、世界気候活動のために世界的キャンペーンですね、どうこうって形で、アダプションなりですね、いろいろ と、わけで分からなかったって今まで知らなかった言葉に対して、勉強することができます。トーピン税とかね、トーピン税はノーベル経済学受賞者のジェームス・トーピンがどうこうって書いてるんですけど、開業がうまくいってないので読めませんでした。まあ、開業うまくいこうにします。メタンハイドレート、そう、今日本で話題のメタンハイドレート、これを早速韓国に売り払おうっていう形で売国度、まあ、すいませんちょっと政治の話になっちゃいましたが、まあちょっとリアルな話やめときましょう。リアルな話はやめときましょうって言ったんですけど、まあ、韓国 と、共同開発らしいですよ、このメタンハイドレートっていう新しいエネルギー源を。何考えてるのか本当によく分かんない、本当に。まあまあまあいいか。まあちょっとあんまりちょっと政治の話やめときましょう。政治のゲームしながら政治の話やめなきゃいけないっていうのはちょっといろいろと考えさせられる状況ですが、いや僕だってね本当に好き勝手言いたいよ、アルファツイッターみたいにさ。ただやっぱ野球と政治の話はやっぱ結構触れるとまずいケースが起きたりとかするので、なるべく喋らないようにはしてるんですよ。ただまあ今回は、まあ、その地球環境を扱った、政治のお話を、で政治を扱ったゲームなんで、思う存分その辺に関して喋ろうと思います。ゲームの話してるだけだからね。というわけで、わけのわかんない単語が出たら世界マップに戻ってこの、インペディアを見ればですね、いろいろと勉強できる形になってます。この辺でどんどん意識高くしてください。もうなんだったらもう衛星軌道ぐらいまで高く、地球を見守ってもらっても全然構いません。そうですね、宇宙服なしで実行やってから言えって思うんですよ本当に。まあまあいいか。すいません。さらに医療問題もちょっと問題になってますので、医療問題も片付けたいんですけども、ちょっとこれ以上はお金が人やっとうしかないな。これ医療問題も解決しなくちゃいけませんね。北アフリカでどんだけ金使ったんだって話で、じゃあ次南アフリカ。南アフリカは、まあ、北アフリカと比べたらまだ終わってないと思ったら終わった。あー GDP が低いんだこっちは。あー金がねえんだよな。ただまあ教育はどっちにしても上げなくちゃいけないね。あと失業率を減らせば、まあ、その失業率、病人多いな、病人多いし教育も上げたいし失業率も改善しなくちゃいけない。これどうすりゃいいの、八方塞がりじゃん。なんだよこのエリア、終わってんな。まあ失業率を改善してとりあえず GDP 上げましょう。で教育環境改善してと、まあ、これぐらいしかやることないな。もうあと30これが一番簡単なチュートリアルってのがすごいゲームだよな。はいはい、僕もそう思います。まだこれ2国家ってか2エリアなんですけど、全部で、1234567891011121212エリアを同時に扱います。しかもこの次からの次のミッションから12エリア同時に登場します。なんで3エリアとか5エリアとかちょっとずつ増やしていかないのって思うんだけど、ゲーム
レベルデザインがクソだよ本当に。マジひどい。で、まあエージェントの数だけ、カードを使い切ったら、まあ、あとお金が許す限り使い切ったら、ターンボタンを押して2030年にじゃあジャンプ、2030年にゴーすると温度が上がります。まあ温度対策何も行ってませんからね、もう好きなだけ上がればいいと思いますよ。二酸化炭素はあんまり変わらないですね。あ、北アフリカの支持が2増えた。あ、南アフリカ変化なし、面白い。さあ世界何起きたかな。そしてまだ中国では光化学スモークで死ぬ。中東では政治的不安定、いつもだろう、いつもの話ですね。鉄砲水を防げたか、異常気象ですね。はい、わかりました。インドの方では何が起きた。インドスモクが新種族黙れ。ガンジーの精神で平和的抗議が盛んに、はい。ガンジーの精神で平和的抗議、はい。デトロイト市じゃないわ、ニューヨークあたりかな。一家総出で、またかよ本当に。先進国はね、なんかあんまりね、なんかちょっと真面目っていうか、なんかそんな深刻じゃないのよね、言ってることが。まあこういう中国とか中東とか、アフリカとか、ラテンアメリカなんかが、主に、めんどくさい国です。逆に日本は、ほっとっても大丈夫です。どんどんお金吸い上げても大丈夫です。まあ日本なりオセアニアっていう形で比較的裕福な、環境に対してあまり困ってない国を、どういう風に金を絞り取るかっていうのが、ゲームの話だからねこれ何度も言うけど僕だって好きでこんなこと言ったわけじゃないんですよ。ニュース、ジョブシェアリングが 進展で、増えた。医療プログラミングが増えた。分かった分かった。北アフリカでゼネストが発生、はい。低レベルの生活水準に激怒した北アフリカの労働者が政府に、あ、いつも通りですね。北アフリカ水不足が発生、はい、いつもの話です。北アフリカ這うような技術進歩、いつもの話です。あんまりでもこういつもの話、いつもの話っていうとね、ほんと気まずいよね、こういうと。ほんと悪気はないんですけどね、ほんといつも行ってる話だから。HDI が少し上がりました。まあ教育指数がだいぶ上がったんとあるんですけど、平均寿命がまた下がったか、これ。まあでも基本的に教育をばらまいて、医療プログラムを出しておけば、平均寿命と教育指数が上がって、国民の幸せ度は上がっていきます。エージェントが買うお金が結構かかるんだよな。水問題は相変わらず解決しないんだよな。ゲームスタートして10年経ったら水ストレスが 14% アップだけど、この水ストレスどうやって改善していいのか分かんない。まあ、水ストレスに関しては、先ほど行いましたこちらの、環境カードで追加されます。水管理プログラムなり ですね、野生動物保護なりですね、有機農法にシフトなり、干ばつ推進、まあ、干ばつ対策を行えばまず大丈夫なんじゃない多分。で、何を行ったら何の数値が上がるかって全く分かんないのよ、この時点で。まあ、水管理プログラムかな、とりあえず。水問題かな。水問題しかやることないしな。日本人の思うゲームじゃなくて、シミュレーションですか。いや、一応ゲームです。ゲームだと思うんですけど、まあ、一応目的があって、まあ、目的があるっていう点ではゲームだ、まあ、ゲームだと思う。うん。これをゲームと言えばいいのかってよく分かんないですよね。ちなみに僕はゲームとして買うの諦めました。ポピュラーサイエンスを読むような感覚で楽しもうと思ってます、このゲームに関しては。まあ、水管理プログラムですれば、ちょっと水問題解決すんじゃね、きっと。水問題が解決すれば、この国民の人類幸福度ってのが上がるかどうか分かんないんですけど、まあ、とにかく平均寿命を上げなくちゃいけないっていうのが分かった。平均寿命下がったぞ、なんで下がったし、なんで下がる、何が悪いんだ。
労働者が多い。うん、病人は減ったんだけどな。まあでも病人を減らすしかないからな。病人減らすか、とりあえず。教育ばらまいて、で、まあ病院増やして、で、ジョブシェアリングで仕事増やして、あと水管理。これぐらいしかやることねえだろう。さあ、北アフリカ、南アフリカどうなったかな。あ、南アフリカでは死の待機者リストの列。はい。ソーマさんにはがんの治療が必要ですが、手遅れになる前に、まあ、頑張ってるんですけどね。北アフリカはまあ情勢が安定してるってとこだけ唯一の救いですね、本当に。あ、しまった。北アフリカ、またでも、人雇って、ね、ちゃんと、あれですよ、軍隊配置しないと、すぐ不安定になるからね。するとまたお金がなくなって、南アフリカにカードを買うお金がない。八方塞がりだろ、これ。とりあえず医療。んで、高度教育プログラム、大学ですね。あとやれることは、98お金があるから環境保護しとくか、とりあえず。まあ、鉄砲、まあ、考えなりどうこう防ぐっていう点でね。まあ、環境保護と、まあ、福祉だけ巻いときゃ大丈夫だろう、これ、きっと。大丈夫だと思うんですけど、このカードを使ったら一体何の効果が起きるのかって全く分かんないゲームだから、基本的になんていうか、このクソゲーで、このゲームっていうか、まあ、この地球は、運を天に任せてカードを配置してターンボタンを押すだけです。はい、また温度が上がりました。まあ特に二酸化炭素が増えないってことは、産業が発達しないってことなのかな。支持率は上がった。あと2ターンで終わるから、計画的に政策を実行していきましょうって書いてますね。で、このミッションの条件は、アフリカの HDI が2045年あと2ターンまでに、ね、0.7 以上になればいいって形で書いてるんだけど、北アフリカの様子はどうかな。ちょっと増えてほしいんだけどな。お、0.67、増えた。オッケー。増えた。教育がだいぶ伸びた。平均寿命1上がった。よし、オッケー。あとはもう GDP を上げるだけだな。あ、でも GDP よりはまあ寿命だから、まあ、水問題を解決しよう。一向に解決するつもりがない水問題を何とかしなくちゃいけないね。あとは、政治的に不安定なんで常に軍隊を配置。なんで緑の地球を守るために軍隊が必要なんだろうっていろいろ考えるんですけどね。保安をするわ。でから、産業問題は、ベビーブームはちょっとな。まあ、干ばつ対策、水インフラの強化。カードは何回も使っていくとそのうちどんどん上がるみたいですね。一つのエリアにエージェントは6人までしか配置できませんので、そこがすごい制限としてはでかいですね。まあこれで北アフリカはまあでもできることないからな。まあとりあえずインフラ改善して水問題を解決すればなんとかなるだろう。きっと。さあ南アフリカの方はどうかな。HDI は順調に上がってますね。まあ教育ばらまいてるんで。基本的に教育ばらまきゃ、教育指数が上がって、この GDP と、寿命変、まあ、寿命指数とそして教育指数の平均値が HDI になるので、まあ教育指数は、まあエージェントを1人使い続ければ基本的にどんどん上がってきますから、まあこう気軽に言ってるんですけど、まあ、ビリオンなりギリオン単位でお金が動くということを考えると、あまり自分の財布から出すっていう気はあまりありませんね、この辺に関しては。お、世界でみんな俺に1円ずつ分けてくれっていう状態でさ、でその集めたお金を使って、まあ、北アフリカと南アフリカをこう支援してる形になってます。
からじゃあまあ水問題は特にないと思うんだけど、水問題 2%、 水に関しては特に問題がないってことか。じゃあ干ばつ、浸食、森林火災対策で、あと暴風と洪水と誤嚥政策を行ってと、あとは、まあ、輸送効率化で輸送ストレスの緩和、まあ、これぐらいかな。うん、お金が余り気味になってきた。まあエージェント全部用意して、でカードも全部使い切ったらそう余るわな。でターンボタン、温度がまた上がりました。あ、ちょっと酸素が増え、ちょっと排出量が増えましたね。おっしゃ、はい、2045年を迎える前、2040年で、アフリカの平均幸福度が、70% を超えました。これで、無事ゲームクリアになりました。まあ、実際やったところっていうと教育ばらまいただけなんですけどね。まあそうですね、佐藤大佐が無知と貧困は人類の罪悪だって言った通り、まあ、無知と貧困さえ直せば、なんとか人類の幸福度って上がってると思うんですよ。最後、まあ、GDP がこう上がったな、人口がどう上がったな、生活に入れる形になってます。あとまあそうですね、温度上昇率となりですね、が、表示される形になってます。最終的にどうなったか見てみましょう。0.74 まで上がった。教育 0.84、 うーん、高いね教育水準で。まあこのミッションは、ここに書いておりますと、2045年までに、幸福度を 70% 以上にすればいいって書いてるだけなんで、まあ、基本的にはそう、先ほどやった通り、教育ばらまいて、あとはまあなんか適当に水問題を解決すれば、ゲームクリアできるでしょう、きっとね、きっと。あと北アフリカに関しては、まあ、紛争問題が、出ておりますので、まあ、紛争問題を解決するために保安部隊を、配置する形大丈夫かなと思います。 GEO が干ばつ戦い支持者を獲得とかですね、農業による森林、破壊が進むなりですね、いろいろ出ておりますが、南アフリカの方のニュースはこんな感じ。まあ、2040年までには、まあ、GEO は頑張って、まあ、北アフリカと南アフリカを、まあ、なんとか、人類幸福度的には解決したってところになってるのかな、うん、と。まあ、このような形で、この辺の、わけのわかんないすごいたくさんあるデータとにらめっこしながら、何をどうすればいいんだろうっていうふうになんか適当に考えながら、結局それに関して全く答えのもらえないカードを、エージェントの数だけ配置してターンボタンを連射するってだけのゲームになっております。という点でプレイするのはすごい簡単、プレイするのはすごい簡単なんですけど、クリアするのはすごい難しいです。なんでかっていうと、クリアの仕方が全く書いてませんから、このゲームは。ここに書いてある言葉に関してなんかそれっぽいものを連想しながらやってみて、そして5年経ってみて結果見るっていうのを繰り返すだけになってます。まあはっきり言ってお渡し式ですね、これ。本当に死にゲーですよ。死んで覚えるっていうゲームの、死んでそのカードが何するのかっていうのをたくさん覚えていってゲームを繰り返していくっていうタイプなんで、頭を使ってゲームする、頭を使ってプレイするっていうタイプのゲームではありませんし、さらに言えば基本的に、こういうニュースが起きることによっていろいろと、エフェクトが発生しますので、このニュースが、何々を行えばどうこう発生するっていうのは限らない、確率で発生するニュースの方になっておりますから、言ったら運ゲーです。どんだけ頭を巡らせようが、この地球は運ゲーですと言っております。まあ、ちょっと言い方悪いですけど、これで一応チュートリアルの部分終わりました。まあ、やってみて、まあそうですね、やってることするものはすごい簡単なゲームだったので、まあ、気軽にプレイできるかなと思うんですよ。ただあんまマジにや、まあ、地球の話だからさ、まあ、真面目にやらなきゃいけないと思うけど真面目にやらなきゃいけないと思うけど、ゲームとして楽しむ分にこのゲームどうよって思わんでもないよね。じゃあチュートリアルが終わったんで、じゃあ実際に、もうお腹いっぱいです。
じゃあ次の一応その最初のチュートリアルをクリアすればいろいろとシナリオマップが楽しめるようになります。熱っ、思い出した、今日暑いから地球温暖化の話をしようと思ってこのフェイトオブザワールドっていうゲームやってるんですよ。ちなみにその割にはずっとアフリカの話ばっかりしてますね。じゃあ次世界規模の話をしていきましょう。嫌ですけど、石油で乗り切れってミッションだったら気候の修正と資源不足の解消は非常に難しく見える。だったらなんで気候変化も防げるし燃料効率の良い石油の採掘をしないんだ、なんかおかしなこと言ったかいって形でちょっと皮肉を言ってますね。でこれが皮肉かどうかっていうのは一応ニュースなり新聞では皮肉だなっていうふうに分かるんだけど、実際どういう風になって皮肉なのかってはっきり言って分かんないですよね。じゃあその燃料効率に石油ガンガン使っちゃったら気温、まあ地球温暖化も防げるし、防げるじゃんっていうような話をした時に、いやそれってニュースでそう言ってたしっていう風なことしか言いようがないんですよね、僕たち専門家じゃないから。でその専門家が言ってたことなりどうこうっていうのを実際そのシミュレーションしてみようと思った時にこの Fate of the World っていうゲームがすごく役立つかなと思います。で最初では、北アフリカと南アフリカしか使えなかったんですけど、いきなり全国が選べるようになります。バカだろうと思うんですけどね、せめて5カ国でやれよって思うんだけど、もうあと全部全国が選べる形です。いきなり全国がやらされます。バカじゃね、本当に思うんだけど、本当にレベルデザインとか何も考えてないのよ。もうとにかくもう地球の問題を面白くゲーム化したからやってくださいっていうのはすごいなんかその前のめりな感じがなんかこのレベルデザインの雑さに表れてるかなと思います。石油で乗り切れってミッションの場合では2080年を無事迎えたら勝利、敗北が、世界の石油、生成量が、3万5000トン、3万5000トンを下回るなりですね。2008年時点で、人類幸福度が 70% 未満の地域が存在する、やはり8つ以上の地域から出入り禁止されるとゲーム敗北となります。このミッションだったら人類幸福度を維持するために、石油をガンガン使った結果2080年になったら地球の温度ってこんだけ上がってますよっていうのを見せるために、このミッションが、作られてる形になってます。燃料危機の場合だったら、人類は2つの災害の崖っぷちにいる、それは温暖化が悪い方向に向かっている見通しと燃料の生産量が落ちていくという恐怖だ。将来を起こるであろうこれらの災害を通り抜けて人類が向かうべき先を導き安全で希望のある2120年を迎えるのだ。これだったら、HTI 幸福度が 50% を下回るっていう国がない状態 でさらに8カ国以上出入り禁止にならない状態で、温暖化を 3度以下に抑えて、でさらに GEO 本拠地で出入り禁止にならないようにしながら2120年まで生きろっていうような形で書いています。これだったらそうですね、石油なり、放射能じゃなくて、石油なり言ったら今利用可能となっている今、採算ベースト取れている、燃料を使っていきながら、新しいエネルギーを開発していって、石油なり石炭が全部悪いっていうつもりはないんだけど、その辺の化石燃料を使うことによって温度が地球温暖化が進んでるって話で、よく気象サミットっていうか、そうですね、エコサミットなりでどうこう言ってる通りなんで、その辺の、温暖化が進むっていうタイプの燃料から、再生可能なエネルギーに転換していきながらの、人類幸福度、そうですね、例えばじゃあの温暖化なるから、みんな計画停電して、燃料そうですね、エネルギーを、節約しようってなった時に、なんていうか扇風機もクーラーもつかないっていう状態で、アイスクリームを冷蔵庫に入れてるアイスクリーム溶けたっていう状態で、人類幸福度がいくら保てるかって話です。
人類幸福度って基本的にそのエネルギー、まあ、僕たちが快適に過ごすために基本的にエネルギーがすごい必要なんですよ。でそのエネルギーを節約するっていうやり方だったらバカなやり方、エネルギーを増やしながら温暖化も止めて人類幸福度を上げるっていう賢いやり方、その賢いやり方の選択ってどうやってやるのっていう時に、こちらの、Fate of the World っていうゲームでシミュレーションしていけばいいかなと思います。〇〇がダメだったら〇〇減らしましたっていうだけだとはっきりと思う。あの子供の言ってることだから、あの大人としては言ったらその料理全てに関して両立させて言うと欲張りじゃなきゃいけないのよね、大人っていうと、うん、せっかく知恵があるんだったらみんながみんな多方向全員が幸せになるような選択肢を常に考えていかなくちゃいけないし、それに対して努力をしていかなくちゃいけない、まあ、僕自身の考えで言えば、まあ、本当に僕自身の考えでなんですけど、まずエネルギー産出量をたくさん増やす、もう言ったら10倍増やせば、ビーカー言ったら研究ポイントが10倍増えるはずだから、もう10倍増えた10倍に増えた研究ポイントを使って宇宙開発をするなり再生可能なエネルギーを使うべきだと思う。でそれを例えば10年やります、30年やります、50年やります、期間を区切ってやるっていう形で国が言えば、国民は満足すると思うんですよ、僕の話、まあ、僕の考えだけで、ね、もちろんゲームの話だけであって今の民主党の話なり日本の話なり放射の話は全然ないからね、それだけは言っておきます、すごい大事なことなんで。まあ、ゲームの話だからね、これゲームの話。まあこういう形でいろいろとミッションをクリアすることによって、何をどうすれば、これだったら豊穣の地だったら、温度上昇を3度未満に抑えて2200年を迎えながらの、人類幸福度を 50% 保った状態で、7カ国以上で出入り禁止にならないようにしながらですね、GO を本拠地制御権を失わないようにしながらという形、いろいろとどん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 制限が厳しくなります。最初のね、ミッションで何ていうか何やってるのかよく分かんないような、カード選択を5回行ってゲームクリアっていうよく分かんない状態で、いきなり12カ国全部触れて状態で、さらに温度防げなり産出量保てなりですね、グローバル GDP、まあ、人類全体の、まあ、世界全体の GDP が、200兆ドルを超えるようにしなくちゃいけないなりですね、よくわけのわかんないこと言ってます。これだったらすごいな、このミッションだと気候変動は起こっていない、温暖化を訴える活動に負けるな、人類の影響による世界的な温暖化の事実はない、不便な生活を強いるのは必要ないことである、 GEO が本当にやるべきことはみんなをより良い暮らしにすることだっていうふうに言ってますよ。これこそが先ほど僕が言った話と通じるところあると思うんですよ。温暖化って温暖化言ってるだけだと何もない、むしろその温暖化がなかったかのように、努力していかなくちゃいけないっていう点でこのミッションは言ってますね。やってることすごい難しいんですけど、温暖化したからじゃあみんな不便な生活しようなんて言って本当そのバカな言ってることなんで、頭のいい人間の言うことは、不便な生活しないように新しいテクノロジーを開発しようなり新しい、環境戦略を考えようなり話をしていかなくちゃいけないのに、まあまあいいか。ちょっと熱くなっちゃいました。普段すごい我慢してるのでこの辺ってと、まあ一番簡単なミッションが、あれだけなんていうか何をやってるのかよく分かんない話なのに、いきなり 全国家、触れるゲームプレイでですね、わけの分かんない、アホみたいに難しいミッションが、勝利条件どころか敗北条件がやたら追加されたような、ミッションが楽しめるようになってます。ただまあ最初のこの石油で乗り切れっていうゲームに関してもまあ80年なんで、一旦5年って形で考えると16ターンやれば、済む形になってますので、16ターンやるだけで済むんだったらすぐ終わるんじゃねって思うよね思ったね。じゃあやってみようよ。ひどいよこのゲーム。あ、ここ一緒です。ちなみに環境破壊が無視できないものとなった時、文明はそれにどう応えるべきであろうか。こういうニューヨークタイムズ向けのですね、ちょっとご機嫌取りのムービーシーンを早く飛ばします。さあ12カ国触れるとどうなるでしょう。でまず先に雇用マップ見てみましょう。こんだけあります。
で780ドルで、この各国家に、とりあえず1人ずつ、とりあえずエージェントがいないとその国がどういう状況かって見えないんで、エージェントを配置していかなくちゃいけないので1人ずつ、エージェント配置しましょう。エリアは、日本、ロシア、中国、インド、南アジア、オセアニア、中東、北アフリカ、南アフリカ、ヨーロッパ、中南米、北アメリカとなっております。じゃ雇用実行、めっちゃお金減った。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、いきなり12エリアで、ゲームを展開する形になりました。なんで5エリアとかさ4エリアとかちょっとずつ増やしていかないのって思うんだけど、ここからは言ったらチュートリアルじゃなくて通常ゲームモードですね。で通常ゲームモードがどうひどいかって今からお見せします。まずテクノロジーの開発が、できる形になってます。これだったら、そうですね、北アメリカだったら、炭素回収貯蔵炉っていうのが、2040年で、開発完了、まあ、開発できるっていう風な計算で今のところ動いてますね。でこれに対して追加予算を突っ込むことによって、さらに大きく、さらに早いターンで、新しい技術が展開できる形になってます。バイオテクノロジーなんかでいうと第2世代バイオ燃料、高収穫作物、第3世代バイオ燃料、そして最終的にナノメディシンですね、フューチャーテクノロジーはナノメディシンになってます。ナノセイバーの方々が頑張って平均寿命を伸ばすやつですね。エネルギーなんかでいうと炭素回収貯蔵量、第4世代原子炉、報酬型セル、第1世代核融合、第2世代核融合という形で、185年かければ核融合テクノロジーが安定できる形になってます。情報技術で言えば最終的に人工知能、マテリアルで言えば、ナノテクノロジーですね。ロボット工学で言えば淡水化まで果たせる形になってます。まあ、淡水を淡水にして水不足を防ぐっていうような、そういう未来あふれるテクノロジーが研究できる形になってます。これが北アメリカだったら何年かかるっていうところが、日本だったら淡水が100年、北アメリカは、淡水が110年って形で、実は日本が、若干テクノロジー的に上回ってるんですね。これも、まあ、先進国だったらこれぐらいで多分研究できるだろうって形ありますが、発展途上国、例えば北アフリカなんかになると、北アフリカが、淡水化を果たそうとすると170年かかります。南アフリカだったら170年、インドだったら160年、150年、ロシアだったら、125年って形で、他の国と比べて、先進国は若干新しいテクノロジーを早くアンロックできる形になっています。この、最初のチュートリアルをクリアした後からですね、いきなり、この辺の大規模な、まあ、全世界を股にかけて、言ったら先進国から金と技術を集めて後進局に、振りまいていくってゲームのプレイになっていきます。じゃあまずは、将来的にっていうか、一言で言うと、今回のミッションで言うと、石油生成量を上げていかなくちゃいけないんだな。石油生成量を上げる形で動いていくってだけだから、まあ大丈夫か。北アフリカと南アフリカは、ひとまず教育をばらまく。まあ、いつも通りですね。で、こういうのを、各ミッションごとに、やっていけば、そのうち、言ったらその地域で何が足りないかって分かっていくでしょう。っていう教材というか、まあそうですね、ポピュラーサイエンス的に、世界的にこういう風な、問題があるよっていうか、まあ、世界がどういう風に、今危機を迎えているのかっていうお話をゲーム感覚で楽しめるゲーム感覚で楽しめるゲームってどういう意味だになっております。日本の場合だったら、そうですね、北アフリカなり南アフリカの場合は、この辺の幸福度が、59% と結構やばい値でございます。これ日本になってくると、日本だと、96%、日本の
方々の日本にお住まいの方々は、大体 96%、幸福度があるという形になっています。でこういう幸福度があるところからですね、当品税という形で言ったら、お金を巻き上げることができます。お金を巻き上げるともちろんこの、支持率が下がってしまって、この支持率がゼロになってしまうと追い出されてしまう形になりますが、お金に困ったらっていうか、こういう先進国は先進国というか、そうです、国民幸福度が高いオセアニアと日本に関しては、はっきり言っても吸い取るだけ吸い取って捨ててしまっていいと思います。僕の場合だったらどうしたかっていうと、技術局を立てて、技術を研究しまくって、で技術を研究すればその技術を第三国なりに渡すことができるので、この辺の進んだ国で技術をガンガン研究して、その技術を、少ないコストで、北アフリカなりそういう後進国発展途上国に、回していって、全体的に底上げをしようかなって形で考えてます。最初のターンはそうですね、エージェント全員買うだけ買って、でからそれぞれそうですね、オセアニア、技術テック3は全部で5本あるので、それぞれに特化して進めていけばいいかなと思ってます。あとはヨーロッパ、ユーロの方はどうかな。ユーロも高いね。じゃあヨーロッパも技術局だね。北アメリカももちろん技術局、技術一辺倒ですよ。インドはどうかな。インドは 0.59、 59%、 結構きついな。この間形で国が変わると、ここにインディアって書いてますね。日本だったらジャパンなりですね。中国なら、チャイナって形で、若干インターフェースが、それぞれ各国を反映したらしい、カラーになったりします。石炭を減らして石油に回していきたいな。もうじゃあ中南米はどうかな。中南米83、思ったより悪くはないと。いきなりそうですね、操作する国が12カ国まで増えると、一旦処理するのに何分かかんだよって話 でさらに一旦処理するのに、こういうわけのわかんない数値を見ながら、何をどうすればいいんだろうって悩みながらやるわけです。たまったもんじゃないです本当に。ロシアはどうかな。89、悪くない。あとやばい国、確か南アジア、フィリピンの方とかね、結構技術が進んでんのよね。思ったより悪くないってぐらいかな。でも今回悪いな。スマートグリッドが早いな。こっちじゃあさすがだね。でも南アジアだからあれだ、いろいろとパソコンの部品たくさん作ってるから、こういう情報技術関係が早いんだ。油断はできんが、スマートグリッド、どうしてもね、やっぱそのあの手の 4X ストラテジーばっかりやってると、基本的に 4X ストラテジーってさ、国民の幸福がどうこうとか考える前に、とにかく技術を研究しようっていうゲームじゃないですか。例えば支部4で言えば 60% の法則っていうのがある通り、ビーカーに関しては絶対 60% 払い続けろよっていう風な初心者向けの講座がある通り、常に技術を研究しなくちゃ死んじゃうっていうような印象があるので、どうしても技術ばっかり目がいっちゃうんですよね。で今のところ見てる部分っていうと、この HDI しかないわけなんですが、あとは生産で今回は石油がたくさん算出できるようにしなくちゃいけないなって形で考えてるんですけど、ゲームに慣れてきたら、この辺の値をどう見るか、この辺のデータの概要のどういう風に見るかっていうのは、また考え方変わるかもしれませんね。インドはまずいな。地域福祉局、もうお金がなくなった、これで終了。
まあ、特にエージェント何もしないところもありますが、これで、ターン終了。5年経過。北極のメタン増大の調査結果、北極の氷や永久凍土が融解を始め、大量メタンが海底や新たに、露出した湿地から、放出し続けています。これにより温室効果の増大が予測されます。はい、世界の人口が増えました。新型採掘技術に技術革新。ヨーロッパの科学者が新型採掘技術の分野において画期的な研究発見をしたと公表ありました。はいはいはい。これにより化石燃料の採掘量と地熱発電の潜在的利用可能量が増加します。はい。二酸化炭素増加量、まあ、この緑の値が、減ったというと予想より低いで、赤のラインが予想より増えてるっていう覚えてる感じが結構でした。今回に関しては温暖化、今回のミッションに関しては温暖化動向って話は特にありませんので、特に気にする部分ではありませんが、後半のミッションなんと温度上昇3度以下に抑えろっていうようなミッションがありますと、この辺の、年間エミッション、年間、その二酸化炭素の産出量を抑えていかなくちゃいけません。支持率下がった下がった下がった、この辺も維持していかなくちゃいけません。さあ、世界のニュース何が起きただろう。北極のメタンが増えた。はい。じゃあ各地域、テクノロジーが急速発展、日本に平和が広がる。まあいつも通りですね。まあ日本って基本的に幸福度がアホみたいに高いんで、必要以上に、教育が行き届いてしまってる上に平均寿命高すぎっていうか、平均寿命高すぎですし、一人当たりの GDP もものすごっつい高いっていうのはわけわかんないチート国家なんで、このゲームにおいては。他のゲームだったらね、本当なんていうか、資源がなくてすぐ積む国なんですけどね。じゃあこの国家、まあ、この国を、まあ一番安定してるっていう点で、GEO 本部を設置しましょう。 GEO 本部を設置すると、世界単位の、政策を実行できるようになります。あとはまあそうですね、せっかくテクノロジー研究したんだし、あと5年でスマートグリッド開発か。ああ、どうしよう。どれ研究しよう。核融合エンジン欲しいな。でも最終到達から考えると核融合な。ナノメディシン、バイオ増やすか。どうしようけどね、これをどの技術がどの国に一番合ってるかって分かんないんですよね。この辺はちょっとゲーム繰り返さないとはっきりと分かりません。ただまあ嬉しいことにですね、一応プロジェクトで、宇宙開発がない。あ、じゃあ宇宙開発は GEO の本部建ててからか。GEO の本部建てれば、宇宙開発ができるようになるので、じゃあロボット工学するか、宇宙開発するから、この国。そうですね、まあ日本といえばロボット工学の国ですからね。北アメリカはまあ相変わらずエネルギーだろう、どうせ。多分、15年。じゃあ南アジアは、うわ、南アジア広いな。オセアニアはどうかな。オセアニアはバイオ燃料でも研究するか。ダメダメだ、テクノロジーの研究しかしない。みんなを幸せにする研究をしていかなくちゃ。まあ、まずはそうですね、
アフリカの貧困というと世界的な規模の問題になってます。まあ、とにかく、教育をばらまいて、で、まあ、医療促進して、そして、あ、このゲームね、ちなみに特殊ルールが1個だけありまして、戦争起きるじゃないですか、核兵器使われると一発アウトです。なんで、戦争は絶対に防がなくちゃいけません。まあ、戦争で、まあ、戦争が起きそうな国はもう常に、結局あの政治的介入を行っていかなくちゃいけないってことですよ。もうバカみたいに金かかる。南アフリカとか、こっちも不安定だな。ただ、まあ、まずは、ああ、そうだ。やることなんぼでもある。ほんとやることなんぼでもあるな。まあ、医療促進と、ジョブシェアリングと、そして教育。まあ、北アフリカも一緒だ。北アフリカもまだ一緒ですね。これ一人人雇って、また次に、この後、ジョブシェアリングまで巻いちゃうと、もう、いくらここ金吸い取ってんだよって話で、お金足りたくなってきたよ、ほんとに。中南米どうしよう、エネルギー開発するべきか。まあ、ある程度技術溜まってからでいった。ある程度技術開発してから一気に技術ばらまこう。生命工学、先端素材、そうだ、ヨーロッパって何が強いんだろうな。この辺ちょっと世界情勢が分かってるともうちょっと面白く遊べるかもしれないんだけど、ここ一発触発かよ。中東も中東で金かかんな。結局行政局置いて、で常に軍隊派遣しなくちゃいけないでしょ。マジ金食い虫。インドはまあ HDI が低いんで、まあ HDI が低いってことはとにかく教育改善していかなくちゃいけないってことだ。失業率いくらあるんだろう、あんまり見たくないな。 9% 思ったより低い。病院もそんなに多いわけじゃない。思ったよりひどい国じゃないな。いや、基本的になんだ、教育が足りないだけか。平均寿命が短いな。 GDP の低い位置もある。なるほどな。難しいな。ほら、世界の問題ってさ、基本的になんかアフリカの子供たちを救おうっていう話と、まあ、地球温暖化しか出てこないじゃないですか。じゃあ、アフリカの子供たちを救おうっていうとアフリカで、まあ、緑が少なくなってるっていうのは言ったら中南米、まあ、環境問題の話ですね。で、あとはまあ地球温暖化っていうのも先進国が、どうなんだ、あれですね、コルベットスティングレー乗るのやめようっていう話ですね。アイドリングしてるだけ10円玉を地上にばらまいてるっていうような形の、7.8 リッターの、12気筒の、バカみたいな、アメリカの車を乗るのやめようっていう話、あと日本車みんな乗りましょうな、電気自動車乗りましょうって話じゃないですか。それ以外何知ってんのって言われると、結構そこから先知ってる人って結構少ないと思うんで、実際に今このゲームを見てると、その自分がどんだけその世界にっていうか、その地球に対しての知識が足りないかってよく分からされました。あんまり知りたかった話じゃないんですけどね。だったらバイオテクノロジー伸ばしていくか。あと94。インドは不安定、中東は一触即発。 GDP はそんな低くないんだけど、石油ガンガン算出したいな。で、1人人雇って、で、エネルギー庁でも作るか、石油側にシフトできるように。これでお金全部使い切った。じゃあターンボタンを押して、5年進めましょう。現在夏の北極圏は事実上氷結していません。生命は危機状態にあり、社会は混乱に陥り、海面は上昇しています。はい、いつも通りの話ですね。中東で政治情勢不安、この地では、市民の動揺が急速に広がっています。はい、いつもの話ですね。GO 本部が
が日本に設立されました。一番環境問題に、携わってないというか、まあ、一番関係ない、安全な国で、GEO 本部を建てたってあたりいろいろとお察しください安全だからね日本の科学者がスマートグリッド技術を開発、電力供給管理を最適化可能になりました。なんだったら今でもいいよ。で、GO の本部が立つと、国際宇宙計画、この辺の、国際プロジェクトを立てることができます。この辺のそうですね、特に今、困ってない国からですね、いかに言ったら、このトーピン税なりを使って、お金を巻き上げるなりですね、あとは、テクノロジーを優先的に突っ込んで研究していく。うちの国だったら、日本だったらスマートグリッド研究して、量子計算、スーパースマートグリッド、人工知能、人工知能まで頑張ったバスか、うん、そうだな、宇宙開発系の技術もあるからな。じゃあ次は、宇宙開発の研究、宇宙開発のカードを使って、宇宙開発できるようにして、今、まあ、今まだ、あんまり終わってない国であります日本をですね、まあ、研究国家にしてですね、まあ、本当は人しかいない、国民平均教育水準が高いっていうぐらいしか全く取りがない国なんで、その国でガンガン研究して、でその研究を、世界の困った方々にばらまいていくって形で考えてます。混沌とかね、結局こういうめんどくさい国って常にこういうね、保安活動をしていかなくちゃいけない。本当にクソめんどくさいです。で、こういうのを、2080年までってことか、あと、まあ、全部で18ターン行えば、このゲームが一体どういう風な形でケリがつくかって見えるんですけど、まあ正直わかんないですね何やってんのか自分でも本当に難しいのよ。医療危機の恐れとか言われてもさ、何やっていいか分かんないからな。こういうニュースがありましたって話読んで、でそれに対してどうすればいいのっていう形で、このニュースの赤い部分が基本的に悪いニュースなんで、これを中心的に、といったらその対策していけばいいのかなりですね。ただこればっかり対策すれば済むのかって言ったらそうでもないと思うよね。ある程度どっかの国を、まあ、ちょっと犠牲にして、まあ、具体的に日本とオセアニアとアメリカから金を吸い取って、んで、まあ、まあ、温暖化対策であります通り、まあ、二酸化炭素をあんまり採出しない、新エネルギーを使うように、まあ、国家で、推進プロジェクトを上げていく。そう、国からお金取って、そのお金を使って、これからはその石油石炭じゃなくて原子力なり太陽光なり地熱発電使いなさいって形で、お金を上げて、プロジェクト進めていくっていうのはわけのわかんないプレイもできます多分その標準でこの各地域からいくらお金がもらえるかって形で出てるんですよね。でから、ま、日本とかだったら、少ないんですけど、まあ、工業力が高い国、まあ北アメリカなり、ヨーロッパなり、だったらたくさんお金もらえる形になってます。で国民のそのエリアの GDP を上げる、言ったらその産業出力を上げるとこの辺の資金が多くもらえる形になってますが、まあそうだな、もともと高い国だったらまだしも、こういう北アフリカなり南アフリカだったら、一応ゲームの説明で書いてたんですけど、最終的にはここお金突っ込めば突っ込むだけ金取れるようになって、最終的にはアメリカの GDP 抜くらしいです。本当かなって思うんですけどね。
GEO がお金を稼ぐためには、各国の産業出力を上げなくちゃいけませんが、産業出力を上げるってことはいろいろと環境破壊を行ったり地球温暖化が進んだり国民の幸福度が下がったりですね、まあ、水問題なり鉄砲水なり、環境対策ができずに、人が死んでって、不満度が上がっていく。でその不満度を下げるために、言ったら不満度があまり上がらないタイプの国からトーピン税っていう形でお金を巻き上げてこの辺の、この辺の、なんていうか後進局に、まあ、後進国に、いろいろとダムを作ったりしていかなくちゃいけないっていう点で、まあ、結局は、まあ、その20世紀にいろいろとガッツリと、ガツガツしまくった国が、まあ、21世紀にはこういうあのなんていうかツケを払っていかなくちゃいけない。ツケって言い方なんですけど、まああのまあ、難しいよねこの辺の話って。あの本当にそういう風に言ってしまっていいのかってちょっと考えちゃうところある。この辺に関してはそうですね、玉井幸男っていう漫画家が書いた岩丸を読めばいいかなと思います。個人的にはオメガトライブキングダムがすごい好きなんですけど、まあ、人に勧めるのだったら岩丸ですね。岩丸の1巻から9巻までは中古屋さんかでまとめて買ってもいいし、漫画喫茶行って読んだ方がいいかなと思います。あれは結構面白かったです。でシムアースで関してもガイア理論というものを使って言ったらどっかが晴れだったどっかが雨だっていうのを説明しておりましたが、フェイトオブザアースっていう分に関しては、まあ、最新のそうですね、気象シミュレーションなり、世界情勢の話なりですね、将来的に研究可能な、テクノロジーなりどうこう技術がどんだけ進歩するかなりですねを、計算に入れて、まあ、地球温暖化シミュレートができる形になっております。でそういうシミュレートされた地球を作った上で、さまざまなミッションを用意して、クリアしていくっていう方法で今地球がどういう状況にあるのかなりですね、将来地球をどういう形で迎えるのかなりですね、我々何をしなくちゃいけないのかっていうのを学べる、教材っていう形になっております。まあ、ゲームというよりも本当教材なり、ポピュラーサイエンスの色が強いんで、そっち関係の、本を読もうと思って、まあ、今月、まあ、本屋さん行ったんだけど、まあ、ちょっと思ったより、そっち関係の本が手に入らなかったなと思ったら18ドルほど支払って、こちらのゲームローカライズして、ローカライズ判断できる形になってますので、進めていただけたらいいかなと思ってます。でそれからすればですね、このゲームを一通り、まあ、触ってみた結果、まあ、ツイッターを見返してみて、アルファツイッターの、面白い、地球ラブ、アースラブなんですね、ヒューマンラブな、アルファツイートをですね、読んでですね、ちょっといろいろと、物事を考えて いけたらいいかなと私考えております。まあ、今日は、この間形でここ最近地球温暖化っていうか、まあ、本当暑いんで本当に暑い日が続いたんで、じゃ あの実際地球が暑くなったらどうなるかっていう話をしようと思って、こちらの Fate of the Earth というゲームの方を紹介させていただきました。興味を持たれましたら、Steam の方でそうですね18ドル、Easy モードがついたバージョンで18ドル、で発売しておりますので、これがね、まあ、Steam のサマーセールで売ってくれればね、ガンガンと進めるんですけどね、もう絶対損するけど買っとけ、絶対損するけどっていう風に進めるんですけど、まあ、Steam のサマーセールで売ってないんで、まあ、年末セールなんなり安くなった時にお買い上げいただけばいいかなと思ってます。それでは、本日はこれにて配信を終了してトークコーナーの方に入らせていただきましょう。ほんとこのゲーム何やってるのか分かんないんだよな。何度も言うけど。それでは、トークコーナーの方に入らせていただきます。ちょっと待ってね、今準備します。はい、本日はまあ最近熱帯夜がついているということで、ここから地球がどれぐらい暑くなったらどうなんだろうって話をしようと思って、本当はね、まあ、あのシムアースまああの地球が暑くなったらどうなるかっていうのを簡単にシミュレートできるシムアースでですね、まあ、温度 2,3 度上げて放置して楽しもうと思ったんですけど、たまたま手元にシムアースとスーパーファミコンの本体がなかったんで、Fate of the Earth っていうゲームの方について紹介させていただきました。まあ
まあ、ちょっと、まあ、ゲーム中乱暴な、言葉遣いがあったことに関しては本当に、すいませんでした。ちょっと感情が高ぶって、そのまま、まあ、本当にあの何の彩色もなく、歯に気抜きせずちょっと言ってしまった部分があります。地球に住んでるのは人間なんで、人間はまあ機械ではありませんから、なかなかやっぱその感情論っていうのもやっぱあると思うんですよ。やっぱ感情っていうのが、まあ、人間って基本的に感情で動くもんだから、感情がないんだったら別に人間である必要はありませんからね、その辺でやっぱ感情も感情の処理の仕方、例えばちょっとあのなんていうか、そうですね、まあコスプレ写真を見て高まった時にどうすればいいかな、そういう風な感情の衝動をどういう風に処理していくかっていうのと、まあ理性の問題、まあ感情と理性をどうやってバランス取っていくか、20世紀で言えば、まあ、主にその話になりましたが、21世紀は特に、まあ、こういうなんて意識の高いゲームやったからっていう、わけじゃないんですけど、まあ、その上にさ地球のバランスも取っていかなくちゃいけないっていう話。本当にね、個人的には話で言うんですけど、人間が地球をどうこうしようなんてものごついおこがましい話で、ちゃんとおかしいっていうか、もう無理なんで基本的に。で、過去の人類の歴史で言えば、自分の国がまずいところになったら新しい国に行って新しい国からぶんどりゃいいやって考え方でずっと20世紀、まあ、2000年、4000年過ごして、まあ、5000年過ごしてきたわけで、ここ100年あたりが新しい場所がなくなって、それで人類全体が閉塞感を覚えているところはあると思うんですね。だからなるべく早いうちに宇宙に進出すべきかなと思ってます。まあ、月に行けば、なんかすごいなんていうか、そうですね、チタニウム70なりですね、ハイペリウムが手に入ってなりですね、あとなんかプロセアンの、古代遺跡からですね、マスエフェクトじゃなくて、エレメントゼロが手に入るなり、そういう風な夢のような話でなく、単純に宇宙に行けば太陽光発電なりですね、宇宙農場なり、その辺の可能性がいた、宇宙という新しい場所から資源をぶんどってくりゃいいや、言ったら太陽エネルギー、再生可能なエネルギーをさらによりよく集められる、なりよりよく空間がある場所からぶんど、空間とエネルギーをぶんどってくりゃいいやっていう考え方できるので、まあ基本的に人類が自分の血服なんて不可能なんですよね。不可能だけど、もううんこする場所ないからうんこ片付けなきゃっていう風な形が今の言ったエコロジー論になってきてるんだけど、過去結局、ま、どっかの国がったエコロジーやるから、言ったらエネルギーを使うのやめますって形で損して、そうしてる間に他の国がガン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 二酸化炭素を吐き散らして、ま、著作権3ヶ月で切れるわって形で著作権悪用、ま、著作権なかった話にして国家的に犯罪を行って、国家は犯罪を行えるわけじゃないんですからねって形で開き直ったりとかして、エネルギー格差を作って、ね、そのエネルギー格差で技術格差を作って、その技術格差で先に上行かれたらもう一生上行かれてるままなんだよっていう、まあまあちょっとすいません、ちょっとなし、今ちょっと極端な話だった。まあ僕個人としてはそのエネルギー生産量を下げるっていうのは本当やっちゃいけないレベルの話だと思うんで、まあ、とにかく暑いです。で、クーラーガンガン使いたいですね、本当に。なんで、じゃあ今我慢する、今我慢するけど、あと何年我慢すればいいの、死ぬまで我慢すれって言ってんの、お前たちっていう風な、あ、すいません、ちょっとまだこれも、すいません、ちょっと、まあ、なるべくやらないようにしてるんですけど、ちょっとどうしても、まあ、いろいろと思うところがあるので、この辺の話が出てしまいますね。まあ、ちょっとなかった話しよう。ちょっと、話切り替えましょう。僕もあんまり意識高い話したくないんですよ。しだすと長いですし。しだすと長いですし、結局最終的に言うと宇宙に進出すべきだって話になりますから、宇宙好きなんで。そうだな、宇宙に進出するっていう話で言えば、ライト・オブ・ザ・アルタイルなんていうと、まさに、言ったら、2200年か300年ぐらいから、太陽系に進出して、太陽系なりやと、まあ、内星系なり、外星系、植民を続けていって、ね、さらにハイパードライブを使って、アルタイルの方まで行って、アルタイルなりどうこう、で、入植が始まって、そして国家間戦争が始まるっていう話
2300年から、続くその人類の、構成間進出を扱ったっていう風な、シムシティライクな、まあ、建国シミュレーションっていうのがありますので、あっちの方もできれば紹介したいですね。ライト・オブ・ザ・アルタイルもそうだな、紹介したいゲームだな。できればそのフェイト・オブ・ザ・アースみたいな形のゲームじゃなくて、ライト・オブ・ザ・アルタイルみたいなゲームやりたいね。宇宙にどんどん進出していって、まあ、先ほど言った通り人類が自分の結束なんて不可能なんで、もうどんどん外のフロンティアからもう物質なり空間なりエネルギーをぶん取っていくっていうのが、まあ、あの人類の多分1万年、2万年、3万年、5万年、10万年続いても多分同じような形の夢があるわね。まあまあな、別にロマン、まあ、僕自身がそう考えてるっていう、まあ、話で、うん、ほら結局、まあ、エコロジー論の話すると、じゃあのくじ引いて2人に1人死んでくださいっていう話になっちゃうから、ただあの論理的に言えばそれが一番正しい、あの楽早いんだけど、今すぐそうすべきなんだけど、感情論ではしたくないんだよね。で結局論理と感情を成立させようとするならば、やっぱ宇宙に進出するしかないなって形で僕は考えてるんですよ。まあ宇宙好きですね。もしあれですよ、あの月に行けばですね、火星に行けば、火星のプロセアンの基地からですね、エレメントゼロが手に入って、FTL が可能になってですね、そしてあの冥王星まで行けば、実はあのマスエフェクトマスリレーが存在して、マスリレーに乗ったらトゥーリアンの戦争が始まって、そしてあのトゥーリアンの戦争が始まったら、シダデルの銀河評議会がいきなり戦争をやめって形について、そして人類が、構成艦進出を果たす話もあるかもしれませんからね。ワンチャンね、ワンチャン。そういうレベルの話をすると、フェイト・オブ・ザ・アースみたいな、ああいう、まあ、今すごいまずいことを言おうとして、まあ、結局のところ自分はもう、人類が自分のケツを拭くなんていうのは不可能だから、もうどんどん外からぶん取ってくればいいんですよっていう話で、次にある外っていうのは地球の外である宇宙だから、宇宙の開発をどんどん進めていくべきだっていう形で思ってるっていう話、うん、それかくじ引いて2人に1人死ぬしかないんだったら宇宙開発すべきだよ。本当に宇宙を征服すべきだよ。宇宙だったら無限ですからね、いくらでも広いですからね、うん、2人に1人くじ引いて死ななきゃいけないんだったら、それは宇宙研究すべきですよ。宇宙開発っていうか、あと50年で30年内に宇宙に進出できる、そのアステロイドのありです。はい、アステロイド、地球全体が先進国病小国化するまで発達すれば、ようやく収束に向かいそう。それも僕、考えてました。そうですね、技術が十分に、だから地球環境が悪くなる前に、高度技術が、拡散すれば、教育なりレベルが拡散すれば、子供がどんどん生まれなくなって、高年齢化が進んで、人口、文明活動におけるエネルギーの消費量がどんどん下がっていく、まあ、生産量も下がりますけど、生産量は技術を補えるんですよね。あと消費エネルギーも言ったら技術を補いますから、今生まれている生産エネルギーよりも消費エネルギーを少なくするっていうのも一つの方法だと思います。先ほどコメントいただきました通り、先進国病です、少子化が、全国家に広がって、人口が減少すれば、特にフェイト・オブ・ザ・アースなんていうゲームなんていうと、地球なんてもう、あの日本という国はすでに高年齢化が進んでる状態なんで、ほっといても何も起きません。あのなんだったらもう200年ぐらいほっといても多分問題ありません、あの国は。あの国からはもういくらでも金ぶん取ってですね、いくらでも技術、開発し、いくらでも技術リークすればいいんですよ、あの国は。ただね、現実になるとね、やっぱ嫌なんですよね。その韓国にメタンハイドレートの研究を売り渡すとかね、本当にそこだけ聞いたら売国度って感じはするけど、結局地球全体の視点から見たら、言ったら今地球が、日本が持ってる資産を、言ったら後進国に譲る、今言ったら分配して、地球全体の環境を良くしようとしてるんだっていう風に言われたら、このフェイト・オブ・ザ・アースっていうゲームをやる前だったら、人数は売国度だからっていうに一言で間に合っちゃいますけど、まあ、でもちょっと計画的じゃないっていうのはありますけどね。だから、まあ、全部が全部どの、まあ、地球に住んでる限りには結局あの
自分の国じゃなくて世界なり地球のこと全部考えなくちゃいけないってことになるから、でも宇宙に進出すれば自分の国のことだけ考えていいんですよ。そっちが楽だし管理しやすいじゃん。じゃあ宇宙に進出しようって話で、僕はすごい宇宙が大好きですこの辺で、ちょっと今日はちょっとあれですね、ちょっとやってるゲームだったんで、ちょっと結構その意識が高い話をさせていただきましたが、まあご視聴いただいている方々もそれ相応にこの辺に関しては知識があるっていうか、まあ資料があるっていうか分別がある方々が多いみたいなので、この辺の考えに関していきなり放射能化しなくて良かったと思うと思います。いきなり今見てる方が全員がコメントで放射能化したらどうしようかなって考えましたがあれね、いきなりねすごい勢いで広がるからね、結構怖いんですよね。ちょっと話を切り替えまして、まあ、チクッとニュースの方をお話しさせていただきましょう。まず最初に今週のニュースですが、バルブが、Linux で動きました。おめでとうございます。でバルブで、バルブが Linux でゲームを動かしましたって話で、最初に動かしたゲームはレフト4デッド2みたいですね。さらにその数日後、シンズマソーラーエンパイアリベリオンも、Unix 動かしたよって形で、報告がありました。このような形でどんどん、Steam フレームワークスを使って Steam ワークスを使って、Unix で動くゲームが増えていくかなと思います。で Linux でゲーム動かして何か得あるのっていう感じは線でもないんですけど、今のところほら 99% 以上が多分 Mac か Windows 使ってるはずなんで、じゃあ Linux でゲーム化して何があるのって話をすると、まあ、今年の E3 なり家電ショー、CES なりですね、ゲームデベロッパーカンファレンスの話が上がっておりました。 Steam Box っていう、バルブがハードウェアを打ち出そうとしてるっていう噂が一時あったんですよ。ゲーム業界のトースポと言われる光沢からのニュースなんで、みんなその光沢のニュース配信が拡散した結果、光沢が実はデマでしたって話して、みんながみんなデマだったって形で光沢が悪いって話して、いや光沢っていうかゲーム業界のデイリースポーツであります光沢を信用して何があるんだよって話ですけど、もしかしたらその光沢がすっぱ抜いたスチームボックスっていうのが、まあ、Linux で動くっていうような話が上がっておりましたので、まあバルブがそのスチームボックスを進めているのかもしれません。そうすると今後あと5年10年したらみんなゲームやってるっていうと、スチームでスチームボックスでゲームやるような時代が来るのかもしれませんから、全然悪くない話だと思いますけど、ただまあ Linux で対応しているゲームが今のところ少ないとはいえど、今後のゲームエンジンなりスチームの、スチームワークスを使ってユニックスで簡単にゲーム動くようになったよという話がしたりとかするとかですね、ダイレクトXに動くに関しても、ある程度、準拠した、エンジンを用意してこれで動かせるようになるよという形でスチームが用意する。音楽が大きいかな。ああ申し訳ない、すいません、その辺のスチームボックスの動きがもしかしたら、まだ発表正確に発表はされておりませんが、このスチームがバルブがですね、レフト4デッド2をユニックスで動かしたっていう風なニュースは、この辺のシーンボックス、まあ、初めデマで終わったんですけど、デマがデマだったっていう話になるかもしれません。と次にですね、こちらエンドレススペース、先週紹介した時はローカライズできませんでしたってにお伝えしましたが、2ちゃんの有志勢が、ローカライズ、してくれました。ありがとうございます。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。なんで、まだ全部が全部翻訳化できてるわけじゃないんですが、例えば2ちゃんの有志勢が、みんな頑張って、翻訳作業を進めておりますので、あと数ヶ月すれば、完全ローカライズでプレイできる形になっておりますので、これから 4X ストラテジーを始めようと思う方はぜひとも、エンドレススペースで、ローカライズした状態でプレイしてみてはいかがでしょうか。ちなみに、エンドレススペースっていうゲームは Unity 3D エンジンで開発されておりまして、同じく Unity 3D エンジンで開発されております AI WoW が、ローカライズできるかなと思ってチェックして試してみたんですけど、結局朝チューン迎えるまで、バイナリーエディターなりドークを使ったり、コンベアソフトなり使って、ファイルをコンベアなりドークをして調べたんですけど、AI WoW に関してはローカライズできませんでした
まあ、この辺に関しては、まあ、10月リリースされます、アンシェントシャドウっていう、まあ、拡張第4弾が出た時にゲームのエンジンが、バージョン6になるらしいんで、その後バージョン6になった時に、ローカルで対応できればいいかなって形で一部の望みをかけて、メーカー公式ホームページの方にメーカー公式のフォーラムの方に、ローカライズ希望という形で書いておこうと思います。で次にですね、こちらかな、以前、まあ、地区と、アンマダトリニティの A.4600M が、早く日本でリリースされてほしいなって話をどうこうさせていただきましたが、ついにリリースされました、IBM のシンクパッド E535 っていうのがですね、A.4600M に、ラディオンハイフ 7670M に、積んだ状態で、そしてメモリ 8GB つければ、9万円で購入できるって形になっておりましたが、高えよ9万円とかふざけんなよっていう以前に、僕はシンクパッドのこれ嫌いなんですよ、あのへそ、このデベソ、ここにタッチパネルもついてるのにさらにデベソまで用意して何があるのって話でさ、ちょっとこの辺のデザインがちょっと嫌いなんで、まあ、できる、あとはまあ、モデルに SSD モデルがなかったんでちょっと選択しようと思ってもできなかったっていう部分があって、その辺がちょっと伝統だな、まあ伝統ですねこの辺に関しては。まあでもデザインに関してはやっぱノートパソコンなんで、やっぱここに関しては妥協せずに、自分の好きなデザインが、出た時に買おうと思ってますって、遠回しにちょっとシンクパッドはちょっと嫌だなっていうの、タッチパッドより好きだけどな。あ、僕はタッチパッド派、あのポインティングディバイスタッチパッド派なんですよね。ちょっとこれまで使ったやつがそうだったからってのもあるんですけど、まあ単純にこのデベソがちょっと嫌なんですよ。じゃあダマがいいけど、まあできればマウスがいいんですけどね。まあそうだな、ホイールでもいいかも思うんだけどな、うん、なんでこれ用意されたしって気分でちょっと残念に思うところがある。はい、お時間来ましたのでエンディングの方に入らせていただきます。ちょっと話の途中で唐突な話になってしまいましたが、本日はこちら、あんまり暑いもんなんで、地球温暖化に関して取り扱った、ゲームでありますフェイトオブザワールドっていうゲームの方を紹介させていただきました。ゲーム動画の方でお見せいたしました通り、ローカライズ可能になっております。でローカライズのデータのうち一部がちょっと改良がちゃんとできない部分があるので、ここちょっと自分なりにちょっとチェックして、改良全部できるようにしていこうと思ってます。またそのデータに関してまた配布しようと思いますので、来週も、まあ、多分ヘイト・オブ・ザ・ワールドやると思います。2つ目のミッションをクリアして、地球温暖化がどんだけ進んだかって話をしながら、暑い暑いとかいう風な話をしようと思います。でまあ、そういう形で政治の、まあ、政治にまつわるゲームの話が2週連続ついた上にですね、その次の次の週になるとこちらポリティカルマシン2012という、アメリカ大統領選を取り扱った、まあ、ボードゲームがスタードックエンターテインメントがリリースされる予定なんで8月1日にね。なんで再来週は、こちらポリティカルマシン2012っていうゲームを紹介して、まあ、アメリカの、政治的な問題なり動向について勉強していこうと思っています。3週連続、政治に話になりますので、まあ、なるべく暴言がないように、気をつけようと思ってます。3週連続政治の話が大丈夫だよと思うんですけどね。まあ、あとは、トークコーナーの方にお話しさせていただきました通り、バルブが、まあ、ユニックスで、ゲーム動く用に作ったっていう点で、もしかしたらスチームボックスが時話題になりました。まあ、光沢が結局デマだったって話になって、まあ、一見落着したか、それともバルブに圧力かけられてデマだったって言わされたかどっちか分かんないんですけど、スチームボックスっていうユニックスベースの、ゲーミングマシンを、バルブがリリースするっていうような話がもしかしたら、進んでいるのかもしれません。これに関しては期待ですね。まあ、期待って買うかどうかまた別なんですけど、多分買いませんけど。あとは、まあエンドレススペースっていうゲーム先週紹介しましたが、本当にねこれね結局気がついたらねずっとエンドレススペースやって悪いなと思った。本当に気
がついたらエンドレススペースやって、今日もエンドレススペースやっちゃおうかなって、ちょっと一瞬考えちゃいました。ローカライズできませんって形で、ラジオの配信中に話させていただきましたが、無事にローカライズできる形になりました。2ちゃんの優秀生の方々には本当に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。まあ、あとはローカライズの品質ですね。まあ、2ちゃんの優秀生に任せたら、まあ、ローカライズの品質はまだ大丈夫でしょう。まあ、その辺に関しては、のんびりと期待しながら、やっていこうと思っております。ちょっと時間が終わりに、まあ、ギリギリ大丈夫かな、よし。で、まあ、もう一回その話のもう一周する形になりますが、来週は、またフェイトオブザワールドというゲームを紹介させていただきます。まあ、次はなんとか、ミッション2をクリアして、クリアするとどういう風になるのかっていうのを説明しようかなと思います。で、再来週はこちら、そうですね、アメリカ大統領選を取り扱ったポリティカルマシン2012というゲームをですね、扱いながら、アメリカが今どういうふうな政治的な問題を抱えているかなどをですね、勉強していけなければなっていうふうに思います。こういうね、バブルヘッドのですね、オバマ大統領企画がです、結構、まあ、ファンキーに、楽しめる形になっておりますので、こちらについてもぜひともご期待くださいな。8月1日リリースされますので、まあ、お気に召しましたらお買い上げいただけると何よりです。あと何分ある？あ、これダメだ、これあれだ、今見たら2時間15秒だった。またラジオのエンディング過ぎちゃいました。いやー、またこれ切れちゃったな。これなんとか終わるように話しようと思って巻き巻きでもう話飛び飛びで話したんですけど、結局過ぎてしまいました。うふわちょっと悔しいな、これはちょっとあー、なんとかラジオ、まあまああることだ、まあまああることですけど、最近ね、F、まああのフラッシュ、まあ、FLV ファイルを、連携して、YouTube に上げるようにしますので、まあ、2時間切れても、あ、2時間過ぎてしまっても大丈夫なようになってるんですけど、なるべく配信中はまあ2時間で収めたかったとこあったんですけどね。まあまあな、こんなことならだったらもっとゆっくり話せばよかった、もっと政治の話をよ普段なるべく政治の話しないようにしてるから、こういうところでついつい結構ボロが出そうで、あんまりちょっと言っちゃうと、まあ、自分も全然政治に関しては分かんない人間なんで、まあ、これを機に、まあ、政治っていうか、まあ、地球温暖化環境なりですね、あと放射能についていろいろ勉強しようと思っております。というわけで、まあ、来週もちょっとなんていうか、あんまりなんていうか、気まずい話が延々と続くと思いますが、まあ、そういうどっちかというと意識高い系の配信の方ではありませんので、まあ、気楽に来週もこちらフェイトオブザワールドっていうゲーム配信しますんで、お楽しみいただけるのは何よりです。それではラジオの方を締めさせていただきましょう。7月18日スタードック信者チャンネル現実とかマジクソゲースペシャルはこれにて終了。リスニングいただきどうもありがとうございました。それでは失礼します。